マーク・カベンディッシュは、イギリス王室属国マンシュマ・ダグラス出身の自転車競技選手。その圧倒的なスプリントから、マンシュマ超特急や、キャノンボールの異名を持つスプリンター。聖は、カベンディッシュや、キャベンディッシュといった表記も見られる。T モバイルとプロ契約を結ぶ。最多小集団となった、コロンビアイコール HTC の中でも、最多勝ちの26勝をマークし、 年間を通じて大活躍を収めたツールドフランス2010人にてチームスカイへ移籍オメガファーマークイックステップへ移籍パリルーベ2016にてチームディメンションデータへ移籍身長1 7 5トルと他のスプリンターと比べるとやや小柄などさらに小柄なトップスプリンターも存在するだがトラック競技で培った巧みな位置取りと独特の 揺すらないダンシングとひときわ深い前傾姿勢による爆発的な加速力に加え、マディソン出身のためロングスプリントにも強いという特徴を合わせ持っている。一方でトラック選手の宿命なのか、上り勾配気味のスプリントでは持ち味の加速力を発揮できなかったり、難易度の低い山岳コースでも大きく立ち遅れてしまうケースもあるなど、上りを極端に苦手としている。 2009年からチームコロンビアイコール、HTG とアドバイザリー契約を結んだエリック、サベルの指導を受けて、山学への対応を目指した。ハイロードの優秀なアシスト陣にも助けられ、ハイロードトレインからこれぞというタイミングで打ち出される、ことから、カベンディッシュ放題と恐れられており、多くの選手に、ピュアなスプリントでは、勝てる気がしないと言われるほどの瞬発力で、2005年から、 周りを粉砕し続けている。そしてハイロードトレインのサポートがなくとも、トラックレースで養った位置取りと転生の間で、どのトレインに便乗すれば勝てるのかという判断も、巧みで、ロード転向初年度やツールドフランス2010の第11ステージ後に、最終アシストのマーク連勝が失格となったのにも、かかわらず、そこからサーベロやランプレのトレインに、 いわゆる無賃乗車というスタイルに切り替えても連勝特に第20ステージでは2位のペタッキに対しごしゃみという圧倒的な差をトレインなしで作り出していた。機材的な特徴ではダンシング時の引き付けのパワーに耐えるため、ステムを極太のトラックレース用、カーボンステム、ハンドルもトラックレース用をモデルとしたアルミハンドルを使っている。オリンピック世界選手権。 自転車競技大会コモノエルスゲームズ、欧州選手権国内選手権2005、編集2006、編集2007、編集2008、編集2009、編集2010、編集2011、編集2012、編集2013、編集2014、編集2015、編集2016、編集2017年、編集2018年、編集。ありがとうございます。